2 k 1, 1マルスは射程7から1 8トルのソビート連邦の固体燃料戦術ミサイルシステムである。主任設計者は NP マズール。長さ3メートル、直径0.7から1 5メートル、重さ4から5トンの最初期の核兵器はとても大きくて重く、アメリカ合衆国のボーイング B-29、コンベアの B-36、 ソ連のツポレフツマイナス4などの戦略爆撃機でなければ搭載できなかった。しかし、1950年代には軍事作戦の場面で敵陣地前方への核攻撃にこれらの航空機を使用することは現実的ではなかった。1950年代半ばになると核兵器の発展により、威力と技術的特性が向上する一方で直径と質量が小さくなったため、 様々な輸送手段への搭載が可能となった。特に戦術攻撃機は航空母艦に適したものとなったが、その使用は時間帯や気象条件、敵の防空力の強さなどに依存した。また、戦術攻撃機の反応時間は非常に大きい。このような状況では核弾頭の輸送手段を陸軍部隊は持つことが望まれるようになった。1950年代には、 これらの手段には、従来の砲兵、無反動ライフル、無誘導戦術ミサイルが含まれていた。アメリカで、そしてやや遅れて、ソ連でもこれら3つの選択肢に関する作業が行われた。利用可能な核兵器技術では、十分にコンパクトな爆弾を作れなかったため、アメリカの T131 砲、ソビエトの SM-54 ライフル砲、 SM-58-420mm 砲、格好迫撃砲などの大砲の解決砲は、2A3 が55トン、T131 が75.5トンと、重くて不格好になってしまった。これらは、橋の上を牽引もできず、農村や都市部を移動もできず、発射準備に多くの時間を要した。アメリカとソ連では、これらの重すぎる砲弾の代替兵器は、 核兵器のキャリアとしての無誘導戦術ロケット弾だった。主な利点は以下の通り。ナック・マーセル・サイズ・エンサイクロペディア・オブ・ユーエアー・ホース・エア・クラフト・アンド・ミサイル・システムズ・ボリューム1・ポスト・ワールド・ウォー・ツー・ファイターズ1945から1973・ワシントン・ DC ・オフィス・オブ・エアー・ホース・ヒストリー・ドイ 10.21236アダレー57002シークレット・アンダー・スタンディングスオンザ・ユーズ・オブ・ニュークリア・ウェポンズ1950から1974 nsrchive2.gwu.edu 2020年1月22日閲覧グリーンウィリアム氏シアタータクティカル・ニュークリア・ウェポンズ・ポリシーソビエト・ニュークリア・ウェポンズ・ポリシー 195-243土井10.4324九兆7804億2930万7065から5 ISBN 9780429307065 h t t p s w w w t a y l o r f r a n c i s c o m b o o k s 9 7 8 0 4 2 9 3 0 7 0 6 5 c h 1 0 4 3 2 4 9 7 8 0 4 2 9 3 0 7 0 6 5だ。ありがとうございます。